はい、今回の動画はですね、開封動画じゃないんですけど、一応まあこれは収納ボックスとしてね、わざわざ箱に入れた状態で入れているんですけど、今ね、レイアウトを片付けて、今日まあちょうど祝日ということもあって、今ちょうど今、なんか部屋を片付けた後なんですよね。ほんで今日は一歩も外に出ませんでしたけど、まあ、ずっとホームページの編集と、ずっとそれと、あと、宿題で追い込まれてました。はい。こちらのね、今回はこちら2つのね、信号機を、比較していきたいと思います。ちょっとこういって。こちらですね。ちょっとパソコンのモーターの音がうるさかったんで。はい、こちらですね。この2つの信号機なんですけど、まずこっちは、何が違うかって言ったらもう一目瞭然ですよね。こっちは、信号機なんだけど、ボタン式じゃないっていうね。だから、ま、ここくっつけて、ま、ここで、ここを操作しながら、ここを信号の色を変えていくっていうシステム。で、今度は、これは、もう3年、まあ、3年近く前に買った分なんですけど、これは、あれですね。ここのスイッチで、まあ、これも一応ね、ここに、こういう、車止め、レールってやつかな。それをここにはめ込んで、ここね、ちょうど。で、ここに、声操作するって感じですね。まあ、それを設置せんくっても、ここで操作できるよ。って感じですね。これはまあ、電池式なんでね。まあ、もう違いは一目瞭然ですね。形とか、これね、すぐに消えないんですよね。まあ、いいや、後でいい。まあ、形が違うっていうのは一目瞭然なんですけど、じゃあ、信号機自体がね、何が違うのかっていうね。そういう感じで今回説明していきたいと思います。まあね、この動画もつまんなすぎてかなり低評価はつくと思うんですけど、あと閲覧数も多分伸びないと思うんで。まあ、一応信号機を外したらただのカチャカチャするプラスチックの塊になります。でも全然違いますね、ほら。まあ、パッと見なんか似てるんですけど、何が違うのって思う人は多分いないでしょうけど、まあ、パッと見は似てますね、これ。まず、信号機の大きさから見ていきます。全然違いますね。こっち、信号所の、信号機の方が、こっちの、電気式のね、信号機より、約 1.5 センチぐらい長いような感じはしますね。こんな感じで。側面から見てみると、側面、こっちの方が分かりやすいかな。側面から見てみても全然違いますね。で、あと、なんか、上にね、これ変なやつがあるよね。ここに何かよく分からんけど、多分棒かな。棒の、なんか、端っこがあるんですけど、それが、ここの、信号機では、ここの上じゃなくって、こっちについてます。なんでそうなってるかっていうと、もう、見たら分かると思うんですけど、これは縦に、支えといた感じなんですけど、これは横に支えていて、横棒があって、で、まあ、その横に、信号機本体がついてるって感じですね。はい。そんな感じです。まあ、あとは、まあ、柱が違うかなっていうぐらいですね。まあ、どっちがリアルかって言ったら、まあ、俺的にはこっちがリアルかな。それは当たり前だよね。だって、こっちはもう光やせんし、何もないですからね。ただ、ここにくっつけて、まあ、こうせにはいけないっていうぐらいですから。はい。そんな感じですね。これ消えないんですよね、この信号機。この信号消えないんですよ、全然。全く消えない。なんで消えないんだろう。あ、消えましたね。ようやく消えました。という感じです。まあ、ちょっとしょうもない動画にはなったんですけどね、ちょっと申し訳ございません。もうネタがないためにね、このようなしょうもない動画を出さないと、まあ、閲覧数が伸びないって感じですね。まあ、閲覧数が伸びなくても、僕の考えね、閲覧数が伸びなくても、まあ、ちゃんと最後まで見てくれるような動画でしたら、いいと思うんですよね。ちゃんと最後まで見てくれる。だから、視聴時間っていうのが問題で、視聴時間で、まあ、途中までしか見られないっていうのは多いんですよね。なんで、まあ、そういうのがないのと、あと、まあ、僕の考えだと、動画をね、いっぱい公開すれば、その動画をね、見てくれる、再生回数っていうのが、各動画にあるんですけど、それが、動画増えることによって、どんどん、なんか、合計視聴回数が伸びるっていう感じですかね。なんで、もう毎日投稿は欠かせないって感じですかね。テスト期間以外は。
テスト期間はなんで休止してるかっていうと、親が、動画出しちゃいけないって言うんで、一応動画出してないんですけど、そこはちょっと諦めてますけど、という感じです。というわけでですね、今回の動画以上です。しょうもない動画でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。公式のホームページを開設しました。リンクは概要欄、または各動画の説明欄に貼っておきますので、そちらからご覧ください。詳しくは下の説明欄をご覧ください。